ランスマスクスは、小安秀明による日本のライトノベル作品。イラストは、うばらのが担当する。ポニー・キャン・ブックスから2013年12月に刊行開始。全九巻、略称は、ランマス。ポニー・キャン・ブックスのローンチタイトルの一つとして刊行された作品で、編集協力として、アニメ制作会社のスタジオ5組が関わっている。2014年5月に、 同レーベル初のアニメ化が発表され、同年9月に一部スタッフが、翌2015年3月にメインキャストが発表、同年10月より12月まで放送された。中世から続く伝統ある原石師団に所属していた騎士の末裔、花房陽太郎は、普通の暮らしがしたいと生まれ育った、本拠地の島を抜け、さまよっていた。そんなある日、財閥霊城の幼女、鬼動院。 魔王の危機を見るや陽太郎は、今一つの姿である仮面の騎士、ナイトランサーに変身し、彼女を救い忠誠を誓う。憧れだった、自身を守るヒーローの出現に大喜びする魔王だが、この行動は、陽太郎にしてみれば望まぬ、騎士道体質のせいであり、しかも島からは、教育係の主、藤より子、樹騎士のアリス、相馬の白姫も彼を追いかけてくることに、 各して、新羅学園高等部に編入することになり、念願の、普通の高校生としての暮らしを送るはずだった、陽太郎だが学校ではその願いはなかなか叶わず、さらに、陽太郎山を狙う影が忍び寄るのであった。東アジア区間、アフリカ区間、ランスマスクス、インサイドプラスマイナスのタイトルで、ポニマガにて2014年6月から2015年9月まで、配信された。 作画は桜。単行本はポニー。キャンブックスより2015年10月3日に発売された。表紙キャラは、マオ、アリス。ISBN978 から4から865291698。2015年10月より12月まで TBS、サンテレビ、CBC、BSTBS、TBS チャンネル1にて放送された。 ツイッターのアニメ公式アカウントにおいて2015年9月24日から2015年12月31日まで動画、マオと毎日おしゃべりが全100日目まで配信された。バイン上で作られた 3D モデルのマオが語りかける、というもの。ランスマスクスラジオ騎士団のタイトルで2015年9月24日から12月24日まで、オトイズミにて配信された、ウェブラジオ番組。 毎週木曜に更新。パーソナリティは山下大輝と小沢ありが務めた。2015年10月1日から2016年3月1日まで、ランスマスクス2個聖騎士団としてニコニコ、生放送にて、毎月1回配信されていた。ポニーキャニオン、ポニー、キャンブックス館、ありがとうございます。